春、夏、秋、冬、それぞれが立つ立春、立夏、立秋、立冬という4つのこの季節の変わり目の前日のことを指す言葉でございます。中でもこの立春、春が立つと、この時には1年が切り替わる時と言われており、いい年を迎えるにあたり、まさらになった自らの心と体にさまざまな横島なものが、魔が寄ってくるということで、これらを払うために宮中で追儺という法要を行っていたということが、この節分の起源だと言われています。夏や秋ではなく、この立春、春の訪れを記念するこの時期にこうした行事をするのには本来の意味があったということでございます。この際、この年の変わり目に大きく星回りといいまして、私たちを守護する星が巡り変わると言われております。常にお支えを守ってくださっていた星がいい星であって、そして次の年がもしかすると悪いものをもたらしてくる星になるかもしれない、こういった年回りのことを総じて厄年と呼ばせていただいております。その厄年に当たった方々に、ここで改めて特別なご祈祷を受けていただき、そしてその厄を福に変えてみんなにもたらすことで、皆さんが厄を払っていく、こういった趣旨でこの豆まきを行う、また豆粒を投げるという行為についても、魔を滅するという言葉から生まれて、豆を今は総じて投げているんだと言われております。鬼を払うと言いますが、その鬼はどこにいるのかと申しますと、自らの心の中にあるとされており、それらが大きく分けると三毒、むさぼり、怒り、愚かさ、欲しい上にもまだまだ欲しいという気持ち、そして物が思い通りにならないとどうしても腹が立ってしまうという気持ち、そして本当の姿が見えなくなって、自分が自分を理解できない、わからないという愚かな気持ち、この3つの毒が鬼となって体の外に現れて、そしてそれが再度自らを苦しめるのであります。こういったものを払っていくために、特に厄年に巡ってくださっている方々は、この厄をこれ手にご用意させていただいた福豆、福餅、福菓子に変えて、そしてそれをお堂の外に向かって思いっきり手放していただくという行為になります。だから、この皆さんがこれから舞台の外で巻くお菓子には、このお堂の中にいる人だけ内緒ですけど、実は災難とか災いがいっぱいこびりついてるんですね。で、それをばらまくことによって、みんなはお菓子がもらえて嬉しい、皆さんは役を引き取ってもらえて嬉しいと、全てが三方よしになっているわけなんです。こういった行為でございますので、お互い喜んで福を授かり合っていただくと、こういう行為になります。どうぞ、この豆まき無事に終わらせて、今年1年を、正月早々から大変な災害があった苦しい年でございます。どうぞこれからを強く乗り切っていくためにも、盛大にこの後の豆まきにご協力をいただき、来年以降を安心して迎えられる一年にしたいと思います。この後、向川議長、そして松田県議、横田教育長には順番にお堂の前に集まってくださっている方々にご挨拶を頂戴いたしまして、そしてお匂いのパフォーマンスを行った上で、その後盛大に豆まきとなります。どうぞ改めて、今日は、最後までお付き合いをいただきまして、長寿寺の節分会を中心として日本中を元気にしていただきたいと思います。本日はご参列ありがとうございました。それでは続きまして、ご来賓の方よりご挨拶を頂戴いたします。まずはじめに、長恩寺法参会会長額賀福士郎様より挨拶をいただきます。
こんばんは。ご紹介をいただきました地元の衆議院の額賀福志郎であります。地母観音長恩寺のですね、4年ぶりの豆まきですよ。皆さん方とお会いできて大変嬉しく思います。寒いですから挨拶は短くします。私は先ほど衆議院の議長という紹介でありましたが、これは皆さん方のおかげであります。長恩寺の創設者の橋本富三郎先生が私の政治の恩師でありまた先生であります。先ほど橋本先生のお墓にですね参りまして、その報告をさせていただき、今年はですねやっぱり鬼を払う、政治の鬼、まあ政治と金の不信を取っ払う、経済を良くする、頑張れば報われる、若い人たちも希望を持っていける、そういう経済にしたいと思います。今日はそういう意味で悪いのは追っ飛ばしていいものを招き入れる、皆さんと共に豆をまきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、いたこ市市長原見博道様、小代理横田教育長様、ご挨拶をいただきます。いたこ市教育長の横田でございます。本来でしたら本市原博道市長参りましてご挨拶申し上げるところでございますが、今日別公募のため代わりましてご挨拶をさせていただきます。この地母観音には大切な橋本富三郎先生の言葉として、母と子を守らせたまえ地母観音というお言葉があります。これは教育を預かる私ども教育委員会の者としても、市内のお子さんが、そしてお母さんが、そしてご家族の皆さんが笑顔で生活できる、そうした環境を整えていこうと頑張っております。どうぞこれからも皆様方のお力をいただきながら教育行政進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。今日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、茨城県議会議員松田千春様よりご挨拶いただきます。こんばんは。県会議員の松田千春です。この潮来の町は今日だけじゃなくて昨日から鬼が町の中を暴れ回ってます。今日もこの辺に集合してるかなと思います。この鬼さん、いろいろな飲食店とかそういったところに昨日からまた今日もお邪魔をしております。そのお店は美味しいものしか作ってないお店、美味しいお酒しか売らないお店、なんせこの鬼さんたち舌が肥えてますから、この鬼さんたちが来たお店は繁盛をするということ、これが潮来の鬼です。この鬼さんたちの力を借りて、この潮来市をもっともっと元気のある楽しい町にしていっていきたいと思ってます。今日は皆さんたくさん拾ってください。ありがとうございました。それではこれより、新選組茨城玉造り会と金賞会の皆様による演劇天女と鬼悲しみはありがとうです。それではよろしくお願いいたします。Thank you.
それではただいまよりパフォーマンス天女と鬼悲しみよありがとうをお届けします。何かが物音を立てて近づいてきました。それは見るから恐ろしいものに見えますが、実は皆様一人一人の心の奥に潜むものなのかもしれません。なんだ、日中からよさこいなどというもので騒がしいぞ。しかも視察祭のようなやつらがうろちょろしていて物騒だ。しかしかれこれこのイタコの地で50年も鬼をやっているが、年が明けてから何かが腑に落ちない。なぜか苦しい。このモヤモヤした感情は何か、断ち切る方法はないのか。悩める鬼よ。なんだ、誰かと思えば天女か。何か用か。そなたは以前人として暮らしておりました。そして無二の友達とよさこいを楽しく踊っておりました。なんだと、それは初耳だ。だからなんだ、だからどうしろというのだ。一つだけ方法があります。踊るのです。踊ることでかつての心優しい人間だった過去を思い出すのです。そなたは今の苦しみから解放されるでしょう。そうか、それは面白い。ならば踊ってみせようぞ、よさこいというやつを。天女様に祝いの舞を踊ってもらいましょう。
で踊りましょう。行くわよ。かわいい。Oh!
車アルクシュアルクシュアソーランソーランアルクシュアルクシュアソーランソーランクシュアルクシュアソーランソーランアルクシュアルクシュアソーランソーランはいはいはいソーランよっしゃあ、はい、ありがとうございました。めでたしめでたし。本当だ。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、これより大変お待たせをいたしました、福豆巻きを実施いたします。ありがとうございます。盛り上がっていただいて大変ありがとうございます。皆様にですね、やる前にお願いがございます。ここお寺という場にですね、お集まりいただきた皆様は大変ご良識のある方かとお見受けいたしますので、お寺の者によってこれより緑のロープを開放させていただきますが、境内内大変足元暗くなっておりまして、小さなお子様もですね、いらっしゃいます。前に進む前にご自身の周りをご確認いただいて、お子様を前の方にですね、誘導いただきますように大人の皆様ご協力をお願いいたします。また段ボールでですね、受け止める方毎年いらっしゃって結構なんですが、お子さんの上にかぶせたりするようなことがないようにだけ、大変危険ですので、どうぞ後ろの方でお願いいたします。これより福の目を巻いていただく方はですね、肩には大変自信があると伺っておりますので、後ろの方でお願いいたします。またですね、安全に福豆をお受け取りください。婦人会によって昨日作られたお餅もまかれます。多少固くなっているものもありますので、お気をつけてお受け取りください。今よりお菓子などはですね、全て仏様からのお下がりとなります。お受けになられた方は帰りの際、入り口にございます香炉にてですね、お線香などをお供えいただいて、ご恩感謝のお祈りをお勧めしております。皆さんで譲り合って、絶対に怪我のないように、ここにいる全員が必ず笑顔で帰れるように、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、その場で一回止まっていただきまして、今から緑のロープの方を開けさせていただきます。職員さん、ロープの方を開けてください。お願いします。まだですよ。押さないでくださいね。絶対に押さないでくださいね。私がどうぞというまで前に進まないでくださいね。はい、まだ出ないね。ダメですよ。前見てわかるように、悪いことするとすぐ捕まりますよ。見えますよね、このおまわりさんの量。いるだけでちょっとピリッとしますよね。私も漏れなくピリッとしてます。ロープの方開きましたか？ロープ開きました。はい、じゃあまずお子様、小さなお子様、前にお進みください。どうぞお子様から前にお進みください。まずお子様お進みください。それではどうぞ大人の方、前にお進みください。絶対に前に押しすぎないでくださいね。絶対に前に押しすぎないでくださいね。
それではただいまより福豆まきの方始めさせていただきます。それではどうぞ。鬼は外、福は内、鬼は外、福は内、鬼は外、福は内、鬼は内、福は内、鬼は外、福は内、鬼は外、福は内、皆さん受け取れてますでしょうか。福男福女の方から鹿をお持ちの豆まきしております。みんなガチだ、皆さん受け取れてますか。あんまり前行きすぎると小さいお子さん潰れちゃいますよ。気をつけてくださいね。足元気をつけてくださいよ。前で過ぎないでくださいね。皆さんのお子さん危険ですからね。福男の皆様、お堂の中にどうぞ。
く豆まきの方終了させていただきます。本日は長音寺節分への方ご来場ありがとうございました。足元立っております。十分にご注意してお帰りください。またいっぺんに行きますとあの駐車場大変混みますので、左右にですね大変おいしいキッチンカーが並んでおりますので、恵方巻きもいいんですけれども、あのおいしいですね夕飯のおかずにどうぞ一品キッチンカーの方でお買い求めいただいてお帰りいただければ大変幸いとなっております。どうぞお気をつけてお帰りください。今日はありがとうございました。